伊賀上野駅は三重県伊賀市三田に所在する西日本旅客鉄道伊賀鉄道の駅である。JR 西日本の関西本線と当駅を起点とする伊賀鉄道伊賀線の接続駅である。JR 西日本及び伊賀鉄道の共同使用駅で JR 西日本が管理している。駅業務は JR 西日本が担当し、 関西本線非電化区間の途中駅及び、三重県内の鉄道駅で唯一、JR 西日本の亀山鉄道部が管理している直営駅である。なお、伊賀市の中心駅は東駅ではなく、上野市駅である。東駅と上野市駅の間は、伊賀鉄道の電車で約7分間かかる。事務官コードは62万809を使用している。近鉄時代の伊賀線ホーム。 伊賀鉄道と JR 近距離の運賃表示動券売機が設置されており、JR の券売機で伊賀鉄道の切符も販売している。これは近鉄時代と同様だが、伊賀鉄道では唯一の磁気券の切符である。ちなみに、2021年関西線の愛イコエリア拡大時より愛イ化等の IC 乗車券のチャージでも伊賀鉄道の切符が購入できるようになった。 ただし、伊賀鉄道線は IC 乗車券自体は非対応のため IC 乗車券のままでは利用できないので注意が必要。またホーム上には伊賀鉄道から JR への乗り換え切符の券売機がある。ホーム上に JR から伊賀鉄道への乗り換え切符の券売機はないものの伊賀鉄道の駅または車内で生産することが可能である。ちなみに路線図形式の 近距離切符運賃表がある駅のうち、名古屋駅、金山駅、八田駅と大阪環状線の全駅が 100km 以内の駅は当駅だけである。便所便所は駅舎の東側にあり、バリアフリー対応、男女別の推薦式である。なお2007年に改築されるまでは、男女共用の旧取式であった。改札内と改札外の双方から使用可能であり。 改札内と改札外は壁で仕切られている。伊賀鉄道伊賀線駅名標 JR、関西線駅名標伊賀鉄道ホームの駅名標は JR 仕様の関西線ラインカラーのものが使われており、吉野口駅の近鉄吉野線ホームとは異なり、JR ロゴも入っている。2021年3月13日より、関西本線で愛国家が利用可能になったが、 駅車内に簡易改札機などは設置されておらず、車内のカードリーダーに触れることで利用できる。伊賀鉄道では、愛古家は一切使えない。伊賀鉄道伊賀線ホーム JR、関西線ホーム地上駅であり、切りかき機、ホームの一番乗り場がある、単式ホームの二番乗り場と、島式ホームの3.4番乗り場の複合型に面四線のホームを持つ。伊賀鉄道が一番乗り場、 JR が2.34番乗り場を使用している。駅舎は2番ホーム側にあり、島式ホームへは、古戦橋で結ばれている。2.3番乗り場は、場内信号機、出発信号機が1方向のみの設置であり、逆線入線ができない。4番乗り場のみ信号機が双方向に設けられており、当駅始発や折り返しの鴨方面域や一部の亀山方面域が使用する。 2019年度の1日平均の乗車人員は JR 西日本が約525人、伊賀鉄道が278人である。今中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。近年における当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り、 ありがとうございます。